巨人、金丸一本か。巨人がドラフト1位候補として、最上位にリストアップしている関大、金丸夢飛に一本化したことが21日、わかった。最速154キロの直球と多彩な変化球を操る大学球界ナンバーワン左腕への高い評価は変わらず、22日に行われるスカウト会議で正式決定する見込み。競合覚悟で24日のドラフト会議で指名に踏み切る。4年ぶりのリーグ優勝の原動力となった投手陣から15勝を挙げた菅野が今オフ海外 FA 権を行使してメジャー再挑戦を表明。次世代のエース候補として期待し、投手力を再構築するための一手に出る。ここは間違いないでしょ。菅野投手もメジャー以降だし、競合覚悟で指名に行ってほしい。ドラフト思いたいんだけどね。この CS 負けたのは投手じゃなくて野手が打てなかったからなんだよ。なんだかんだで広島がうまいことやって宗山を獲得しそうな気がしてきた。金丸宗山は複数競合確実だから別にバレても大したことない。中村西川に行くところは単独で取りたいから隠すやろな。まあまずは投手でしょう。先発は何枚でも必要だし、とりあえず先発左腕でしょうね。菅野がメジャー行きの可能性高いしね。もしそうなったら背番号18がすくが。外した場合外れ1で中途半端な即戦力投手にだけは行かないでほしい。左ピッチャーの先発が少ないですし、菅野投手がいなくなりますからね。いい投手なのは間違いないけど、CS の結果を見ても必要なのは打点を稼げる打者じゃないかな。こんな貧打線で投手回帰って何か考えがあるんでしょうね。全然ワクワクしない打線なので、野手行って欲しかった。金丸欲しいけど、巨人がくじ引き当たるとは到底思えないんだよな。外れると一気に戦力下がるし、誰か一本釣りできないかな。菅野選手が抜けても、投手陣はなんとかなるはず。相当競合するだろうし、それでも取りに行くのかな。金丸で良いと思う。